楽うまクッキング。今日は広島市中区八丁堀の料理教室ストゥディオグリオットを拠点に、家庭でできる最新のフランス料理からスイーツまで幅広く伝えるフレンチの伝道師、山本京子さんの登場です。山本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週はがっつり肉料理というテーマでお送りしています。はい、今日はこちらを作ります。うん、豚肉のハーブ釜焼きということで塩釜焼きっていうのはね、よく聞いたりしますけど、はい、今日はハーブの釜焼きなんですね。そうなんですよ。うん、塩じゃなく今日はパン粉を使います。そうなんです。しかもこれね、ぜひねホームパーティーとかで作ったらね盛り上がると思います。はい、しかもとっても簡単です。です。さあ、それでは早速クッキングスタートです。はい、はい、今日はまずはお肉です ね、 ね、はい、豚のね肩肉、はい、肩ブロックっていうのをお肉屋さんでこういるだけの量、うん、切ってもらってください。はい、今日は 500g です。うん、ね、これに、下味をつけていきましょう。はい、はい、塩と胡椒っていいと思うんですけど、はい、まあ私焼くときいつもこうハーブをつけたりとか、うん、ニンニクをねすり込んだりするんだけども、今日はその中にしなくてもいい作業。もう味付けはシンプルで、シンプルでいい、はい、下味は塩コショウだけです。はい、そうです。このお肉買ったらテンション上がりますね見ただけでも ね塊でね。はい、はい、でこれをちょっとここに置いときましょう。はい、塩コショウしました。はい、はいはい、そしてその先ほどのパン粉ですよ。はい、いいですか。はい、こういうふうに、お肉の、ね、同じぐらいのパン粉を用意してください。はい、なのでパン粉 500g となっております。はい、はい、そこにねハーブ系ね、はい、これはローズマリーって言ってフレッシュのものなんだけど、うん、これ結構ねお庭すごい強いねハーブなので、うん、多分お庭に一つ残しておこう、はい、あると思うんですよ。うん、このちぎって、うん、ミントでもいいですしフレッシュのものをあえて加えてください。あ、なるほど、お好みの、ね、そうパセリとかもありますしね。ありますね。うん、でない場合とかもっとプラスしたい場合はこういう乾燥ハーブ、うん、はい、タイムとか、うん、プロヴァンスの方では4種類ぐらいね、ブレンドしてあるハーブもあるんですけど、いい、はい、こういうふうにパン粉に混ぜます。お好みのハーブでいいわけですね。そうです、そうです。はい、じゃあフレッシュなものと、はい、あとは、うん、ハーブミックスみたいなスパイスのものとかね。そうです、そうです、そうです。はい、はい、そんなところを今パン粉に合わせました。はい、でこれをですね、オリーブオイルでちょっとペースト状にしていきましょう。うん、ちょっと半分より向こう側にこう寄せて、はい、ネバ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 とオリーブオイルをパン粉がすごく吸ってくれるんだけども、うん、このすることによってこうね、こういうふうに固まってくるんです。ペースト状にしていくわけですね。そうです。しかもこれ周りからこうで全体に回しかけるんじゃなくて、同じところ真ん中ぐらいのところに一箇所ずっと垂らしてますね。そうじゃないとパン粉が本当に油を吸う、吸う。お、大変なんですよ。ね。じゃあずっと同じところに垂らしながらこねて、うん、こねて垂らしながらこねて、はい、様子を見ながら。そうです。要はその豚肉にドンとこう、うん、なんていうか釜状にするための硬さにしていくってことですね。そうよ、そうよ。だからこうサラサラしたパン粉だったら全然くっつかないし山のようにならないのでね。いいですね。こんな感じでいきましょう。このハーブ釜っていうやり方はフレンチではあるんですかね。はい、よくあります。はい、さっき言った塩釜なんかはシーフード、うん、でお肉なんかは大体このパン粉。へえ、はい、ちょっとやってみましょうか。はい、どこでやればいいかな。ここでいいかな。はい、お山を作っていきますね。はい、はい、ね、こういうふうに最初やっていくんですけど、なんかすごいなと思うけど、こう大体お肉と同じぐらいの高さに盛ります。はい、本当ですね。その後はこういう風に隠していくんですよ。はあ、さあどうだ。山本さん遊んでるわけじゃないですよ楽しそうですねこれ。そう、いいですよこれね。お子さんと一緒にやってもいいかもしれませんね。うんうんうん、この作業ね。でくっつかないところがあるから ね今日のおまざです。このペースト状にしたパン粉で覆って焼くことによって、はい、香りを今閉じ込めてるんですね。そうですね、中のジューシーさは出てこないですし、
どうでしょうか。どうか見えるとこありますか。あとね、この辺ですかね。この辺しっかり見えてますね、うん、こう貼り付ける感じでお肉を隠してください。あとはどうでしょうか。いいですね。だいぶいい感じですね。よろしいと思いますが、はい、なので、はい、お肉の上の部分は結構厚みを持たせてドンってのっけられるんですね、はい、そうです、はい、へー、形も面白いですね。はい、さあこちらをですね、180度に熱したオーブンで1時間焼くわけですけどね。あ、一番上のハーブどうします。あ、そうそうそう、これ、はい、私いつも言って、あの空気穴を出すためにちょっと差し込みます、はい、山頂にこれを立てといてください。はい、登ったぞって感じがしますよね。そうですよね。これ空気穴になるわけですね。そうですね、はい、はい、さあでは付け合わせの、はいはい、お野菜に行きたいと思います。はい、今はねやっぱり美味しいのはナスとか、うん、アスパラとか、うん、それからズキーニ。あー、ズキーニですね、はい、でも今日はナスをお肉に合わせて、はい、長ナスを長く、はい、長ナスを長く、丸ナスではなく長ナスを長く切りたいです、はい斜めに大きくカットしてください、はい、カットしました。これを焼くんですね、はい、ちょっと焼く前にね、あのこのねナスはねちょっとオイルが必要です。オリーブオイルをナスに塗っておきます、うん、その方がねナスってすごく油が大好きなので、うん、こうやって焼いていきます。今日はね、うん、綺麗なあの焼き目がつくグリルパンで焼いていきます、はいはい、そうですね、はい、ちょっとアウトドアっぽいですね。そう、これ本当にね、お庭でするとかね、お肉もあのすごくダイナミックですけども、うん、野菜もダイナミックに。今日これアスパラはちょっともう塩茹でしてありますので、はい、軽く茹でてあります。さっとオイルします。焼いていきます。ローストしてしていきましょうね。さあさあお楽しみでございます。これ焼き野菜は他にどんなものが、はい、入ればいいですか。本当にバーベキューするような感じのものでいいですよ。ズッキーニとか、うん、玉ねぎとか、うん、ニンニクなんかもこれから旬だから美味しいかもしれないですね。いいですね。はい、はい、でもこういった野菜のグリルもね、うん、添えたりとかして、はい、本当簡単だけど、うん、ホームパーティーの、うん、なんかおもてなし感がすごいありますよね。そうですね、そうですよね、うん、なんかこうごちそう感が出てきますよね。ちょっとねこう焼き色がつくとね、あ、見た目全然違いますね。いいでしょう、なんでしょう、ナスが大きくて焼き色が斜めに入るだけでおしゃれですね。はい、単なる焼いたナスを添えてますという感じじゃないですよね、はい、おしゃれ大事ですよ、やっぱり。おしゃれ大事ですね。アスパラもこうやって普通にこれを焼いとけばいいわけですね。そうですね、これはもうね茹でましたからね、うん、ちょっと香ばしさをつけましょう。はい、実際にこうやってパーティーで作った時に料理上手に見える一品ですね、今日は。そうですね、あ、いい焼き色、いい感じですね、はい、盛り付けましょうかね、はい、ね、じゃあ焼いた野菜をね盛り付けていきます。ほら、いい感じに、ほら、これなんか美味しそう、それでアスパラもどうしようかな、いいですかね、盛り付け考え中、はい、はい、さあここに乗っていくのが豚肉のハーブガバ焼きですね。そうですよ、はい、はい、さあ1時間経ったものがこちらになります、はい、こちらになります。はい、山がね、はい、いい焼き色がついております。はいはい、ハーブももうねしっかり焼けたことになってますね、はい、じゃあこれを、はい、ここから取り出していくわけですね。そうなんです、はい、取り出しますよ、うん、まあ、取り出すというかこうもう本当は今度は崩していくだけなんですけどね。山を崩せばいいんですね。山を崩してください。これでもたくさんパン粉ありますけど、これパン粉はもうどうするんですか。そう、パン粉いりますよね、これだけね、残ったらですね、はい、よし、残ったパン粉は、はい、冷凍保存したりして、サラダのトッピング、
それからクルトンみたいな感じの使い方、うん、コロッケの上にかける、それからシーフードを焼いた上にかける、へ、なんとなくフライ系の味はするんだけども、うん、なんていうんですか、うん、フライではないみたいな、即席フライ使えるわけですね、はい、さあカットしていきます。カットしてきました。こんな感じですっごく美味しそうもうね、肉汁も出てないでしょ、はい、1時間ぐらい蒸し焼きした感じで、わー、こんな感じになるんですよ。火の通り方が綺麗ですね、はい、本当にピンク色、はい、これさ、これをかな、いいかな、おボリューミーにはい、3個ぐらい、はい、ぐらい、さあお肉を前につけましょうね。そうね、はい、どうだはい、はい、こちらで豚肉のハーブ釜焼き完成です、はい、さあ今日の材料はご覧のようになっています。豚のブロックにハーブを混ぜ込んだパン粉で覆うことで釜で焼いたようなジューシーな焼き上がりになります。パーティーで出して目の前でカットして取り分けると盛り上がること間違いなしのメニューとなっています。さあそれではお肉大好き先生さん、はい、どうぞお召し上がりくださいいただきます。本当にごちそうですね、これは。いや、うわ、もう味付けがシンプルなんですけど、うん、すごくね、香りがいいんですよね、はい、もうこの、わー、厚みが、いただきます。本当だ、あのお肉の味がギュッとこう凝縮されて、うん、噛めば噛むほど旨味が出てくるっていう感じ、ね、お好みであの塩コショウもありますよ、うん、ただね、この衣のハーブでも十分、そうなんです、もう何もつけなくても、はい、うん、ハーブの香りがずっと残るんですよ。残りますね、はい、おいしい。大体今日は 500g ですけど、1人前が100から 150g ぐらいですかね。そうですね、うん、それで計算してブロック肉を買ってくればいいわけですもんね。この間2キロぐらい買いましたからね。2キロ、あー、パーティーだとそうなりますよね、はい、ぜひ皆さんも簡単ですので作ってみてください、はいはい、山本さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあ明日はアイデア料理の川添さんにくるくる豚バラステーキを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。